軍事演習を終えた、イギリスの空母クイーン・エリザベスほか、空母打撃群が、南シナ海から、太平洋で、中国海軍の潜水艦に尾行されたことが、分かりました。尾行はすぐ発覚したようですが、どんな潜水艦が、何の理由で追跡したのか、なぜすぐ見つかってしまったのかについて、詳しく見てみましょう。中国にとって、南シナ海は重要な場所らしいです。どんな場所なのか気になりますね。2021年7月下旬から8月上旬にかけて、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群が、南シナ海を通過した後に、中国海軍の艦艇が追跡しているのを確認しました。イギリスのデイリー・エクスプレスほか複数のメディアによると、太平洋を航海中のクイーン・エリザベス空母打撃群を、中国の省、シャン級原子力潜水艦3隻が追跡していたと報じています。南シナ海に入り、軍事演習を終えて、南シナ海を出て、太平洋に入り、6時間以内に、23型フリゲートのリッチモンド F239 と、ケント F78、2隻の対潜水艦用のソナー、水中音波探知機によって発見しました。追跡していた中国の潜水艦は、中国海軍の省、シャン級093型攻撃型原潜、排水量7000トンと、さらに、水中から、別の小級攻撃型原子力潜水艦もいたということです。クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群の指揮官を務めるスティーブ・ムーア・ハウスズン将によると、中国海軍の艦艇は影のようについてきた、追尾はプロフェッショナルで挑発行為はなかったと話しています。発見された中国海軍の潜水艦をイギリス側がどのように対処したかについては分かっていません。イギリスの空母打撃群とは、1隻の航空母艦を中心とした海上の機動部隊である。戦闘機を運用し、護衛艦として、ミサイル駆逐艦やフリゲート護衛艦、原子力潜水艦、および補給艦で構成されています。戦闘機には、アメリカの F-35B ライトニングや、イギリス空軍の第617飛行隊のダムバスターズを運用。護衛艦には、45型駆逐艦、ダイヤモンド、ディフェンダー、23型フリゲート、リッチモンド、ケント、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ザ・サーリバンズ・アスチュート級原子力潜水艦、アートフル。補給艦では、タイド型給油艦、タイドスプリングフォートビクトリア級補給艦が同行します。南シナ海は、豊富な天然水資源があるとされる海域であり、中国や台湾、ベトナムなどが領有権を主張しています。ASEAN、東南アジア諸国連合と中国は、2002年に行動制限を結んでいます。しかし、中国は、ほぼ、全域の管轄の権利を主張しており、経済力や軍事力を盾に監視船を出すなどして、事実的な支配力を強めており、人工島も建設しています。南シナ海問題では、台湾問題も見据えて、中国の違法な領有権の主張に対し、アメリカの同盟国において、連携を強化することが重要となるでしょう。英海軍の関係者は、中国の潜水艦戦力は急速に成長していて、決して過小評価できない。しかし、中国は、米国と英国が冷戦時代に経験した戦闘経験がないと伝えた。さらに、中国は我々の位置を発見する技術を使っている。超強大国の地位を確保するために、そして、太平洋全域の貿易と安全保障を支配するという意図を強化しようと潜水艦を配置している。
これは、騎馬法に違反する事項と指摘しています。2022年の時点で、中国海軍の原子力潜水艦、通常型潜水艦、航空母艦、駆逐艦などの主力艦を301隻保有しており、数的には、中国が世界最大の海軍となっており、もちろん、海上自衛隊も、艦の数では、すでに追い越されてしまっています。中国海軍が尾行する事例は、これまでも起こっており、2015年に、米空母、ロナルド・レーガンが、中国の潜水艦に尾行された事例があり、2009年にも、中国の宋、孫九潜水艦が、5マイル以内で、空母、キティホークに発見されなかったこともありました。2021年9月10日に、奄美大島の接続海域において潜航している潜水艦が確認されており、その時は、潜水艦の近くに、中国のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻が同行していた。中国は、2021年4月には、中国初の強襲揚陸艦の075型を就航させました。これは、アメリカの主力艦、スワイプ級に匹敵する大きさである。この日は、その他に、潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM を搭載できる、094型原子力潜水艦やアジア最大級の055型ミサイル駆逐艦も就航させました。2022年以降も、中国海軍の、遼寧のほか、ミサイル駆逐艦やフリゲート艦、高速戦闘支援艦などが、国の艦船を尾行するなど、東シナ海や太平洋上にて、活発な活動を見せています。2006年には、東シナ海で、中国海軍の、胸型の通常型潜水艦が、アメリカ海軍の空母キティホークのすぐ近く5マイルに、突然浮上するといった事件がありました。一部では追跡していたとの報道もありましたが、高速で移動している空母打撃群に、通常型の潜水艦がついていくことは、不可能で偶然、進路上にいたと見られます。中国の091型原子力潜水艦は、製造技術が高くない時代のものであるため、海のトラクターや、水中でドラを鳴らしながら、などと言われていましたが、094型になると、110dB と改善されました。さらに、095型では、静粛性が大幅に向上しており、アメリカ軍の対潜水艦システムでも、位置の把握は難しいと言います。最近では、2022年9月には、鹿児島県周辺の日本領海への侵入も確認されており、これまでで、すでに7回目の領海侵入。このように、中国海軍の日本近海で、活発な動きをしており、海上自衛隊と中国海軍による、平時の攻防が続けられています。沖縄本島と宮古島間を南下する際には、この海域において、遼寧の艦載機が、300回以上も発着艦を繰り返しました。この海域では、中国軍の無人偵察機の飛行も確認されており、軍事的な圧力を強めていると考えられます。そこで、日本の自衛隊はというと、防衛省は、ミサイルなどの弾薬や航空機等の部品が不足していると危機感を抱いており、中国による台湾有事に備え、次戦能力を強化するために、弾薬や誘導弾を2027年までに増やす方向で最終調整しています。誘導弾とは、狙った敵にピンポイントで攻撃できるミサイルの一種である。自衛隊の次戦能力、継続して戦う能力、装備品の稼働数は十分ではなく、十分な量の確保が重要だとし、ミサイル防衛で必要な迎撃ミサイルの6割しか確保できていないと公表しています。弾薬が不足しているのには、迎撃ミサイル技術の高度化により、
ミサイル一発で数億円と高価であり、しかし、購入の予算額が増えていないことが原因で、予算確保を目指すとしています。さらには、製造業者の撤退も影響しているといいます。さらに、航空機の部品不足もあり、共食い整備といった稼働していない機体の部品を転用する整備が、2021年度は3400件も行われており、使用可能な航空機不足から、パイロットの飛行訓練不足にまで影響が出ています。今後10年で、火薬庫の整備、陸上自衛隊を90棟、海上自衛隊を40棟増設する計画もある。計画的な予算配分を怠ってきた防衛省の責任は大きいとの声も出ています。日本では、尾行などといった隠密行動をとる他国の潜水艦に対して、自己防衛のために対潜水艦魚雷などで対抗措置をとる行動は許されていません。日本国憲法第9条の下、専守防衛に基づき、国防の基本方針及び防衛計画の大綱の定めるところにより、国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを基本理念としています。そのため、憲法の解釈での専守防衛の理念から、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空母艦や戦略爆撃機などを開発すること、また、それらを配備することは、できないとしています。この流れから例えば、現在進められている陸上自衛隊の一二式地対艦誘導弾の能力向上型が完成、配備されるまでの間を埋めるトマホーク巡航ミサイルの調達、配備だが、専守防衛の観点から、自衛のための最低限の実力なのか。近年の中国海軍の海洋進出が目覚ましく、日本を取り巻く安全環境の厳しさが増していますし、憲法で言うところの配備すべきではないのか。についても、専守防衛が大きな意味合いを持っていると言えますね。最近の中国はというと、ロシアと協力し、日本周辺において、軍事的な連携を強めており、これまでの日本は、中国に対し、南西方面の防衛を強化してきたが、ロシアが加わったことで、防衛の範囲が、日本周辺すべてへと広がった。中国とロシアによる、共同の飛行訓練も行われており、爆撃機や戦闘機、情報収集機も確認されています。こういった中国の一方的な行動に対し、日本政府は中国側に懸念を伝えた。としていますが、強く抗議し、具体的な措置を取ることはできないのでしょうか。南シナ海において中国海軍の潜水艦が活動していることは、すでに周知の事実であり、珍しいことでも、驚くことでもありませんし、今回の追跡劇ではすぐに発見されていますしね。今回の事態では最初から追尾に気づいていたが、追戦能力を悟られないためにしばらく気づかないふりをしていたのではないでしょうか。しかし、さすがに調子に乗って近づいたので追い払われたというのが本当かもですね。イギリスとしては今回の追跡事案についての記事を発表することは、中国の潜水艦がいくら追跡しようがすぐに発見できるため、中国の潜水艦を恐れる必要はないとのパフォーマンスとも言えるでしょう。